ベツアルエル美術デザイン学院はイスラエルの国立美術学校であり、1903年にボリス・シャッツにより設立された。それは聖書の人物売りの息子、ベツアルエルから名付けられた。ベツアルエルはモーセに幕屋のデザインと建築を監督するよう認じられた人物である。ベツアルエルの校舎。1913年、エルサレム。学院は1903年に ボリス・シャッツが設立した。テオドール・ヘルツルと初期のシオニストは、ユダヤ中東、ヨーロッパの伝統を組み合わせた国としての芸術スタイルの創造に価値を見出していた。ベツアルエルの教師たちは特徴ある芸術学派を発展させ、それはベツアルエル学派として知られる。その学派はヨーロッパの有限としていると伝統的なペルシアとシリアの芸術に影響を受けた。 スタイルで聖書とシオニストを主題に肖像を描く。芸術家たちは、周囲の変化に富んだ脈絡、伝統、革新と聖書上の主題、イスラム教のデザイン、ヨーロッパの伝統を引き合いに出す絵が、工芸品を混合した。それは、古代のユダヤ教徒の祖国を建設しようとする新しい、国民のための芸術のユダヤ教徒の特徴的スタイルを開拓する努力である。 ベッツアルエル学派は広範な媒体で装飾美術品を作り出した。その媒体は銀、比較、木材、真鍮、織物である。芸術家とデザイナーたちがヨーロッパ系に養成されている一方、工芸家たちは多くの場合、貴金属による工芸技術の長い伝統があるイエメンのコミュニティのメンバーになっている。銀と金細工はイエメンで伝統的な ユダヤ教徒の仕事であった。色鮮やかな衣装をまとった伝統的イエメンの移民は、また、ベツアルエル学派の芸術家が頻繁に主題にしていた。その学派を先導する芸術家に含むのは、メイイルグールアリーエ、ゼーブ、ラバン、シュムエルベンダービト、ヤーコブ・ベン・ーブ、ゼーブ・ベンツビ、ヤコブ・アイゼンバーグ、ヤコブ・ピンス、ヤコブ・シュタインハルト、ヘルマン・シュトゥルクである。 1912年に、学派は一人の女学生しかいなかった。彼女の名はマローシアニス戦法律で、ハドガドヤーの筆名がある。ハーレツ学派は1929年に、経済的混乱が起きて閉鎖したが、1935年に、再開し、ドイツからの多数の教師と学生を引き寄せ、そのうちの多くはナチスにより閉鎖された、バウハウスの出身である。 1958年はある組織に賞が授与された最初の年であり、ベツァルエルが絵画と彫刻でイスラエル賞を受賞した。1969年にベツァルエルは国立の機関になった。1990年にスコーパス3への移転を完了した。スコーパス3のベツァルエル学院の校舎。2005年、司会を背景に控えるベツァルエル学院の校舎。 2009年、2006年に、ベツアルエル美術デザイン学院は100周年を祝った。現在、学院は、エルサレムのスコーパス3に位置し、1500人が在学している。学部に含むのは、ファインアート、建築、セラミックスデザイン、インダストリアルデザイン、アンティークジュエリー、写真、ビジュアルコミュニケーション、アニメーション、映画、美術史、美学である。 建築学部のキャンパスは、エルサレムの商業地区に位置する歴史的ベツアルエル校舎にある。ベツアルエルが授与する学位は、美術学士、建築学士、デザイン学士の学位、ヘブライ大学と提携したファインアート修士、2種類のデザイン修士の学位である。将来、学院は場所を変更して、エルサレム市の中心地に戻すことが予定されている。 その場所は現在ロシアンコンパウンドとして知られている。ありがとうございます。